上に建造した発電施設がクレストによる攻撃を受けています。この施設は近隣区域への電力供給を賄うためのもので、もし施設が破壊された場合、周辺の施設が全て機能を停止してしまいます。プラント群の生命線を停止させた場合、たとえ短期間であっても莫大な損失を生み出し、他者に付け入る隙を与えてしまいます。それだけは何としても避けねばなりません。施設へ急行し、敵部隊の撃退をお願いします。なお、施設に生じた被害の程度により報酬の減額もありえます。そのつもりで。メインシステム戦闘モード起動します。敵は少数です。手早く近づけて施設への被害を抑えてください。システム通常モードに移行します。